大丈夫。自分信じて。はい、カメラ。さてフィールド A ゾーンは男子の走り高跳びです。高さは2メートル15。すでにこれをクリアしておりますのは京都大の山中俊選手です。2回目にクリアをしています。お疲れ様でした。ありがとうございます。久々の4パー、はい、リリースだと思いますが、はい、今日もリリースの感想を教えてください。ほぼ去年のヨギボーの400メートルハードルに出場した以降、1回も400メートルハードルに出場できてなくて、10ヶ月ぐらい空いてたんですけど、空いてたからだいぶ緊張したんですけど、走り歩数は自分が目指してたものでいけたっていうところだけは良かったんですけど、他の走りの部分で見たらちょっともうちょっと走れたんじゃないかなっていうのが正直なところです。この走りの部分の課題っていうのはどういうところですか？やっぱりスピードがちょっとまだ完璧に戻りきってないっていうのもあるし、そのハードル手前の走りももうちょっとロスがないようにできるところを結構ロス多めでいてしまったので、400メートルそもそもの走力と手前のそのハードル手前とその飛んだ直後の走りっていうのがもうちょっと必要かなって思います。招集所入ってくるところとか、招集所で待ってる時とか結構なんかそわそわしてる。いや、ほんまにめっちゃ緊張、めちゃめちゃ緊張して、もうだいぶ正直不安でいっぱいやったんですけど、やっぱり前カレーとかそのこの後国体とか後半シーズンのことやったり来シーズンのことも見据えて考えると、もうほんまに頑張らないとと思って、緊張とそわそわと頑張るなっていう気持ちでずっとちょっとじっとできてなかったです。400ってその走れなかったとしても、そのまあ速調とか何も気にしなくていいんですけど、 4% はハードルが入ってくるので、ちょっとそこも気にしないといけへんし、ハードルの感覚もまだ完璧に戻ってきてるわけじゃないから、ちょっと、はい、不安な部分も大きかったです。春シーズンのことを考えると、今の状態っていうのは、まあ、ここまで戻ってきたなっていう感じですか？どういう気持ちですか？まあ、全力でスパイク履いて走れるようになって、後半シーズン、まあ、前半シーズンの日本選手権とかは間に合わなかったんですけど、ここでしっかりレース走れてるってことは、まあ、いいんですけど、
まあ、400メートルが54分9くらいで走れることがこの前の学連で分かったので、もうちょっと400メートルハードのタイムを出していかないといけないなっていうところもあって、そうですね、頑張っていかないとなって思ってます。秋シーズン今どういう気持ちで戦ってますか？まあ、もうすぐ全日本インカレもあるし、まだそこに自分が出れるかどうかはまだ決まってないんですけど、もししっかり選んでもらったとしたら、しっかりそこで走って立命館に貢献したいのと、あとその後も国体とか日本選手権リレーとかそういう大きい大会もあるので、そこにしっかり選んでもらって自分の力をしっかり出し切る後半シーズンにしたいのと、そのこの後出ていく 400m ハードルとかのタイムをもっと上げて、来年にも国際大会とかがたくさん控えているので、そこに出場できるして戦えるようにしっかり 400m のタイムも上げていきたいなというふうに思ってます。インカレのなんか楽しみなところありますか？インカレはまず経験したことを、その選手側と、京都インカレは出たんですけど、やっぱり関西インカレと京都インカレはかなり違うし、ザ・インカレっていうものをまだ選手側としては体感できてないので、すごい楽しみで、やっと選手としてもし走らせてもらえるんだったら貢献しっかりするぞっていう気持ちが一番強いです。明日から合宿だな。はい、いっぱい走ります。いっぱい走ります。